ここはあんまいい思い出がねえな。大丈夫だって、だいたい一度倒した相手でしょ。バーガ、お前はまだまだ俺様が天才だということが分かってねえようだな。え、どういうこと？面倒な戦いはごめんだぜ。だから最短ルートを目指す。確か村の力を、そこにフューリーがあるはずだ。ザンクとの戦いを避けて力をに忍び込み、フューリーを盗み出せ。そっか、わざわざ同じことをしなくても全然いいのよね。すごい、見直した。ということで、おやれ、牢屋のある場所を探してこい。やっぱりそうなるのね。どうした、戦え、命を懸けて殺し合え。勝った方の命だけは助けてやる。お許しください。そんなことはできません。兄弟同士で殺し合うなんて。バカ野郎、兄弟同士だから面白いんだよ。イライラする。そんなに仲がいいなら一緒にくたばれ。つまらねえ奴らだ。なぜ俺様を楽しませて。ザンクがキレたキレた。今日もキレキレ、もっとキレキレ。ザンク、ほどほどにしてくださいよ。俺に意見するとは、ずいぶん偉くなったじゃねえか。え？はい。忘れたんですか？私はあなたのお目付け役なんですよ。それがどうして、俺様のやり方に文句言うの？いえ、そういうわけでは。ですが、上がもっと穏便にと言っているんです。うっせえ！ユーリーを手に入れたんだから文句はねえだろうが。いや、そうではなくて、まあまあ落ち着いて。どうどう、私たちドルファのフューリー集めは秘密裏に行わなければいけないのですよ。特に企業イメージが下がることはいけません。株価は暴落、信用はガタ落ち。そうすると私たちのボーナスが一挙に大暴落してしまいます。そしたらローンは、家庭は、教育費は、飲み屋のつけは一体どうなってしまうというんですか。わあ、すごい、精一杯の俺頑張ってるよアピール。うるさい、お前は黙ってろ。うるせえだと。アイガー、てめえ、俺のストレス解消相手に立候補してようだな。めっそうもない、ビビアに行っただけですよ。それよりもフューリーはどちらに？安心しろ、ちゃんとチカローに保管してあるから。ただいまーっと。大体の場所は分かったわ。私の言う通りに移動して。ざっと見たところ、見張りが結構いるみたいだけど、気をつけて歩けばなんとかなると思う。なるべく戦いは避けましょう。この階段を降りた先よ。アリ、なんか匂うな。え、私ちゃんとお風呂入ってるわよ。ティアラじゃないの？私も入ってます。ちげえ、なんか嫌な匂いがする。穴から穴が死体か、吐く穴、いや、処理場ってところかよ。どうしたのファング？来るな、見るんじゃねえ。これはザンクの仕業。フェンサーとして許しがたい非道ですわ。この奥に地下牢があるわ。でも見張りがいるけど、どうする？最小限で済むなら面倒でもやるしかねえだろ。行くぞアリ。うん、フェアリークッ
邪すんなっての。行きますわ。消えなさい。うりゃんやろ。まだやろ。行きます。終わりですわね。銀河横暴というものですわ。ま、当然の結果ですね。これでデータが取りやすく。またこの匂い。あった、ファング、あれよ。待ちな。てめえ何者だ。嘘、なんでここにザンクが。やれやれ、見つかっちまったか。何者だって聞いてんだ。耳がついてねえのかよ。一度お前を倒した者だ。いいか、予言してやる。戦えば必ずお前は俺に負ける。素直に改心してフューリーを渡せ。ちょっとかっこいいですわ、ファングさん。そうか。ついでにもう一つ予言しよう。いずれ俺はこの世に平和をもたらし、大英雄と呼ばれるであろう。そしてみんなからどっさり貢ぎ物をされ、ウハウハよ。それが本心ですのね。なんて汚い。冗談だ冗談。いい女もいるじゃねえか。俺が勝ったら女どもはいただくぜ。好きにしろ。ちょっとファングさん、そんな大事なこと勝手に決められては困ります。私の命もヒューリーも私のものですわ。俺が負けるわけねえだろ。今この時から天下無双と書いてファングと読め。はあ、ハーラーさんも黙ってないで、このお調子者にガツンと言ってやってください。私は構わない。ファング君はなんとかできる子だよ。私にはわかる。私もいいよ。私の命はとっくにファングに預けてあるから。なんですの、この流れは。私が悪者みたいですわ。仕方ありません、私も預けます。頑張ってください、ファングさん。もう任せとけ。お前らはザクを頼む。行くぞ、アリン。オッケー、ファング。出ろ、来い、エアライズ。殺せ。いいよ、お前。食っちまいたいほど可愛いぜ。なんなら本当に食ってやろうか。まだだ。泣け、叫べ、苦しめ。血だ、血の雨だ。旦那、これを使え。すまね、ザンク。残念だが、血の雨は降らねえんだよ。今日も明日も快晴だぜ。うっと。
こしいぜ。さーてと、うりゃっ、でかい、さだ、うりゃっ、てっ、覚悟はできてんだろうな。もちろんよ。死ぬ覚悟に決まってんだろうがよ。行くぜ。シーケンスコンプリート。進化リョンオーバーリミットアタック、フォースインパクト。いくよ。こいつでとどめ。いけ。強くなる。